当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではね、何の時計を買ったか見ていきましょう。そう、セイコープレザージュクロノグラフ55周年記念モデル、セイコークロノグラフ55周年記念モデル、1964年に発売された国産初のクロノグラフ、クラウンクロノグラフの復刻になります。1000本限定になります。これがね、変えたんです。セイコークロノグラフの歴史を代表するモデル、アニバーサリーを祝うヒストカリ、ここじゃねえな。でこのモデル、限定モデル、これ限定モデルなんですけど、1964年クラウンクロノグラフのデザインを忠実に再現しており、ボックス型ガラスになってるんだね。その当時は多分プラ風防だったと思うんですけど、これはガラスになってます。ガラスになってますね、ここはガラスになってます。で裏蓋はシースルーバック、裏付けだね。シリアルを隠すよ。裏付けになってます。キャリパー 8R なんだっけ、 8R48 です。美しいな。やはりこの間のシチズンのシリーズ8を買った時にちょうどこれもあったんだよね。で実はこれすごい欲しくて、これ2000何年に発売だっけ、2019年12月7日に販売だったんですけど、この間シリーズ8買った時にちょうどこれが出てたんだよね。あったんだって、セイコーから送られてきたんだって、その移転オープンの時に。でまあ俺これね、中古で買おうと思ってたんですよ。まあもう中古しかないだろうなと思って、夏にね1本だけその時計屋さんにあったんですけど、その次か次の週ぐらいにその時計フェアをやるっていうんで、その時買おうと思ったらもうなかったんだよね。なくて、あ、もう売れちゃったんだと思って、その時にまあ中古でいいから中古でも買おうと思ってた時計です。でその時その移転オープンの時にシリーズ8を買って、これもあったんだよね。うわーと思って、これもあるのと。だからね、2本買っちゃったっていう時計の経緯になります。だからね、2つ買ったんだよね、どうしても欲しかった。どうしても欲しかった。クロノグラフだね。 8R48、 1964年クラウンクロノの復刻モデルになります。これとあと三振のやつも出たんだよね。あれは色が3色だったかな。それも実際緑が欲しかったんだけども、緑なんかもう瞬殺でなくなったらしいね、だから普通の色でも探してはいたんですけど、このクロノグラフがあったのでこっちにしました。まあ、クロノグラフだと思ってね、やっぱりこっちでしょうと思って。 8R48、ムーブメントスペックを見ていきましょう。8R48、34席になります。
ステンレスケース、直径41mm、約45時間、パワーリザーブ45時間ですね。 100m 防水、世界限定1000本、買えた、いやよかったと思って。やっぱりね、時計この間シリーズ8買ったんですけど、シリーズ8も良かったんだけど、この細かな作り込みっていうの、こういうとこやっぱりセイコーの方が群を抜いていいね。うん、クロノグラフちょっと動かしてみよう。時間制度、日差が25秒からマイナス15秒、結構ズレが、ブレがあるね。ブレがある。この間のシリーズ8の方がやっぱり精度はいいね。いや、そろそろ1分経つかな。積算計画おっか。こう一旦ってことでリセットしていきます。美しいな、美しい、本当に綺麗だわ。でこれ D バックルになってるんだけど、なぜかこっち側についてる。やっぱりどっちでもいいらしいね。うん、このバックルの作り込みとか、やっぱりシチズンと比べるとセイコーの方がこの何ていうの、バリの処理とかきっちりされていて、シチズンはやっぱりシリーズ8の時見たけど、こういうところの作り込みもちょっとシリーズ8シチズンの方はね、ちょっとしてほしかったなっていうところあります。革はね結構固めです。硬い。シチズンのシリーズ8はカーフ革だから、ちょっと柔らかめの革でしたね。まあこの辺はね、まあどっちでもいいからあれだけど、どっちでもいい気がします。美しいな、本当に美しい。このベゼルはね、動くんだこれ。あ、動いたこれ、見て、動かねえと思ったら動いたわ。ノッチなしでスルーリと動く。綺麗だな。で 8R48 ムーブメント、ちょっと拡大して、シリアルもあるからな、ちょっと見ていこう。ムーブメントは綺麗だな。さすが成功さんです。これはね、1000本限定、そしてシリアルもね、刻印されています。裏蓋にね、しっかりと刻印がされています。精度が、やっぱり、この間見たシチズンのシリーズ8、0970だったっけ？あれよりやっぱり良くないみたいだね。こっちはプラスマイナス25秒からマイナス15秒だから、やっぱり綺麗な作り込みだな、さすが成功さん。ってことで、やはりここまで来たらタイムグラファー乗せていこう。ということで、今日はね、また引き続き買った時計のご紹介でした。前回はシリーズ8世界限定400本のね、グリーンとグリーンフェイスにケースがゴールドのシリーズ8をご紹介しました。それと一緒に買った時計でプレザージュ、セイコープレザージュのクラウンクローンの復刻モデルっていうのをね、買いました。2019年に発売なんだけどね、2年も残ってたっていうね、結構セイコーあるあるですよね。セイコーの場合は結構な限定数が多いもんで、意外と売れ残るっていうね。たまにこういう風に買えます。前に出てたのもたまにこうやってね、意外と買えたりするんだよね。セイコーは特にそうです。なんかね、普通のモデルの方がレアになっちゃったりとかしてね、セイコーあるあるなんですけどね。でまあ見た通りスペック的にはそんなに良くないね。前回のあのシリーズ8キャリパー970だっけ、970だっけ、あっちの方が全然スペック的にはいいです。
今回のこの成功に積まれてる 8R48 そこまで精度は良くないね、まあスペック的にですよけどね。だから次回この2本をタイムグラファーに載せてみて、まあ比べるというほどではないです、比べる、まあその種類の時計も違いますしね。まあシリーズ8は三振、そして今回のクラウンクロノ、まあクロノグラフですから、まあ比べるというよりかは、まあそれぞれ載せてみて、その時計の姿勢差だとかっていうのをね、次回見ていきましょう。どれほどまでにブレるのか、やっぱりブレ幅大きいこのプレザージュは結構ブレるだろうなとは思ってますけど、この2本ちょっとね、次回せっかくなのでこのタイムグラファーに載せてみますんで、次回また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに